はい、やっていきましょう。曇り編。マリオ、まあ、マリモット。町の上の方にある、島の上の方にある森に、ついに少女が起こった。落っこちたか、落っこちた。その少女を救うために、勇者が歩んでいく。そんな感じのタイトルでございます。ねえ、島の上の森に起こったな、大人の力を借りていけばいいんじゃないの、別に。無茶してお前が行くようなことでもないんじゃないの、この畜生っていう意見はほっといて、一生懸命。流れる汗もそのままに。少女はどこだ、少女はそこだ。石を投げろなんてことはしないけどな。いいじゃん、怒ってきたぐらいに。はいはいはい、OK。ゴリ押しで行って戦う、それしかない。よーちゃん、いやー、ウケよ。オークッショー、登場時間がね、すごい、あんなにかっこいい割にはすごいダサいっていう。ちょいよ、あいつどうしたの、本当マジで。あれなんだろう、本当にわけわかんない。いや、置いといて。ムービー、みーちゃん、お前、剣がないのにどうやって登ってきたんだというツッコミが、俺は外に出てくるんだけど、そしてなんでこっちに来た、デレッテッテレッテッテ、うまい感じに触ってった。あの畜生、やってくれるじゃねえか、こいつもライフに勘なんだよ。空を飛べるつもりでいたんでしょうか。あ、まだ、ほら、もう暴れるんじゃないよ。まだ暴れたばっかなんですよ。もうというか、なぜかさらわれちゃった。理由はこの先に連絡を送ったわけや。ということで、はい。海賊船の上、乗りたいです。シリーズに出てくる人間でこいつが一番好きかもしれん。あの子が騒いだら、それはどういう意味だ。まあ聞けよ。俺は仕事柄手紙を発生してるけど、何でも誘拐されてるのはお前さんみたいに耳の長い物だって話だ。それに確か騒いだあの子も耳が長かったよな。お前も長いよな。っていうのを置いといて。だからさ、あの時はお前さんと間違えてあの子を探ったんだよ。それに森で化け物たちがお前さんを助けてくれたのはこの最後なんだって。それは本当だ。あ、ついでに言ってくる。あの、こいつさ、まあいいか、かっこいいか、許す。太郎に力を貸してるのは筋じゃないのかよ。くっ、あんた言われなくてもそうさせられたってさ。魔獣盗賊とか最近不気味な噂が絶えない場所さ。なぜかここが太地、気になる。まさかそんな珍形の剣で乗り込むなんて本気で思ってるんじゃないだろう。こんな平和な島で自分の身を守る盾ぐらいもあるだろう。そいつを手に入れてきたら船に乗せてやるよ。それと言っときゃ、一旦船に乗ったらしばらく帰ってくれないからね。親を悲しませないようにちゃんと大切にしてくれるんだよ。はい、はい、はい、わかったわかった。やったぜ、やったぜ。どうした、どうしたばあちゃん。あれが触られたって、あんな幼い子も。そうなんだけどね、一つ疑問に思う。あの、これからあいつを救いに行く俺に対してさ、ちょっと心配な言葉かけてくんねえよ。そういうやつは腹立つんだよな。こういうのはあれだよね、弟ひいきとか妹ひいきって、兄弟の兄の方は絶対に心配する。まあ、俺は立場的に弟だから、そういうひいきを相手に最強な、ね、気分的には別にね、まあいいんだけどね。はい、持ってきてやったぜ。よいっす。ってことで、出航。どう？おしまい。おいらは5分。はい。
メインに飛ばします。そこのスイッチを押すとなんと、なんと、分かった分かった分かってる、知ってます、すいません知ってます、ジャラララララって出てくるし、知ってるって、はい分かりました、うーんキャー、お前ジャンプ力低いな、なんか低いように見えたよ、そういう時はこうするんだ、うーんチャリアーって言って、はい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 、ろうそくが起こって火事になったら面白い、わあ面白い、わあ面白い、火事にしてやろうが、おい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 、ちょうわーと、はい、ここまでついて最低でも1年かかる、まあ1年もかかったら、録画時間が全然過ぎてしまうので、5分程度でやります。アイアムアキーロー、はい、到着、おいらも肉弁として鼻が高いぜ、はい、分かった分かった分かったよ、俺的にはな、5分でできなかった俺的にはな、ちょっとプライドがあれだな、ギラギラになってんだわ、お前の薄っぺらいうんこみたいなのからルルルルル、プライドが一緒にすんだバーカってことで、お宝をいただきます、ウィン、ウィン、ドカタ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 、なんじゃこりゃ、多分これから使うこと絶対ないと思う、この獲物部分基本、いや、あるかな、全然、これは使わないと思うんだけど、それがいつの間にか夜になってます、はい、お前やらかすね、これからやる、ほら、来てやったぜ、おい、いいこと何やって、分かった、それどうでもいいでしょ、まさかお宝をかけてゲームとかして遊んでたんじゃどうでもいいでしょ、獲物袋とか全然そんなの もらってねえから、だったら大丈夫だし、全然そんなの、そんなの もらってねえし、なんかゲームしてって遊んでたりとかそんなことしてねえし、珍奇な海賊も見るからにバーストそうなものになってしまった、見てば、あのカモメの部屋、カモメの部屋、この窓、あの顔の目が多分あそこにあんたの妹が閉じ込められて縁違いないと、それにしても警戒が厳重だねと、これじゃ上陸する前にいい見つかん、はい来ました、はい来ました、少女来ました、